こんにちは、メイさん。今日サテオに来てもらって、今から僕がカットマンをやって、まあそうですね、なんかもしかしたらこの距離があったら僕もカットできるんじゃねえかっていう検証です。これで僕サテオ君に勝ったらちょっと嬉しいなと思います。嬉しいな嬉しいな嬉しいなということで、ちょっとラケット交換してやっていこうと思います。いいっすか。はい、いい顔です。軽いラケットあるけどどうする。え、どういうこと。え、ちょっと使っていいですか。それじゃなくて、顔ね、顔ね、こっちからやる。なんだけど、
ファルオール。このラケット使ったりとか飛ぶラケット使ったらね威力やろ。確かに普段飛ばない分そうだから思った以上に速いボール来るからカットが間に合わない状況になってる。普段の僕って思って待つとちょっとそうゆっくり待とうとしてゆっくりカットしようとするんだけど追いついてないめっちゃいいラケットっすそうだっすそうなんですそうだっすバーン行きましたね。マジで僕のパワーに見合ったラケットかなと思いましたね。高かった。今のはやばい。終わり。ありがとうございました。